やはり下げても強い、やっぱトロに戻します。なんといってもこの期間が少ない一方 25MA に水平になって、これはでかい、これはでかいよ。もうこれはトロンはもうロング目線だもんね、完全。ここは早かったね、これは。意外なところが、はい、2019年1月28日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンにドル円の相場考察していきます。では仮想通貨の時価総額から見ていくと、大きく下げたアメリカドル換算の113ビリオンです。えらい下げたよね。で、見た通りテザーだけか、キャッシュが大幅に下げて時価総額的にテザーと位置変えたっていう感じですかね。ビットノットトークン整理に必要なトロンとバイナンスコインも下げましたよね。で、まあ日本時間で12時本日の夜中ぐらいだから、そこでどうなるんでしょうねというところで、日本円換算の時価総額を見ていくと12兆4905億です。はい、では時価総額1位のビットコインから見ていくと、週足はまた高値切り下げて辛いよねと。まあ長期的にこれがあるから1年ぐらい下げてきて、どこで入りが縮まるんでしょうかというところで、それで日足いくと、日足もこれ 20MA があれか、安値更新したことによって右下向いちゃいましたよね。4時間見るとこの辺り、日本時間で朝方昼ぐらいにかけてやられたっていうところですか。この角度ついてまた買い開っちゃって嫌だよねって、まあ読めない流れでもないですけどね。はい、では次リップル、週足も同じく少し安値を更新しちゃいましたよねと。嫌な材料で、日足いくとこちらも今日はまたあれか、水準的にどんなもん、上がりかけた12月の頭ぐらいに戻っちゃったってことか。ここを超えちゃうと嫌ですよねって、安値更新しちゃうと。で、4時間いくとこちらもあれか、財布とバイナンスで時間表記の表示の仕方が違うから、多少のズレはある一方、だいたい似た時間で日本時間朝方昼ぐらいで叩かれてったという感じですね。ネタは何かは分かりません。ニュース的なネタは特にないですから。はい、次イーサリアム、こちらも安値切り下げて 7MA が秒速少しちゃいっちゃったのが嫌だよねと。で、冷やしていくとやはり同じく本日は叩かれて 25MA も角度ついちゃいましたと。4時間いくとやはり似たような時間で売り叩かれて 25MA との乖離は開きましたと。こうやってごちゃごちゃしとると、上が下がっとるから下がっていくというところは辛いところですよねと。はい、次はイオス、週足はこちらもあれか、安値やって水平気味になっていたところまた下行っちゃって嫌だよな。日足いくと微妙な 25MA 下げをさらに今日下げて帰りが開いちゃいましたと。水準的にまたここら辺戻ったってことか、1月の頭へ。なかなか辛いっすねと。4時間行くとやはり似たような時間で叩かれ、昨日の後にもまた叩かれたんだ、様子は5時台で。それで今日の朝昼やられとると、当然 25MA の帰りも開いちゃって、なかなかまあ辛いですよねと。はい、次は時価総額一つ上げたテザー、上げたというより他が下がったって言った方が正しいでしょうね。そこまではあれか、それでもやっぱ今日の昼頃あれだから値幅の動きあるところは、結局やっぱあれだろうね、仮想通貨の大きな動きあったところでどうしてもステーブルコインといえど誤差が出るんでしょうねというところ。はい、では次キャッシュ ABC、 週足は 7MA に角度ついたもまた下げちゃいましたよねと。日足いくとやはり今日は下げてこの 25MA にまた少し角度ついちゃいましたと。それで4時間いくと、ここもやはり似たような時間、朝昼ぐらいに売り叩かれて 25MA との乖離は圧倒的に開いちゃって、これはなかなか辛いよね。でまたこうやってごちゃごちゃやっとると、まあ、当分これが利確の買いが入ってから、買い戻し要は確定の売った人のが入ってまだそこの帰りが縮こまって、なんかごちゃごちゃしてっていう動きになるのかなというのが想像の範囲内ですけど。はい、次ライトコイン、週足は水平でもややロウソクが下行っちゃったかなというところか、いたしかないっすわね。今日はみんな下げとるで、日足が 25mタッチ仕掛けて叩かれたっていうところですか。なかなかこの壁がでかいよね。他よりはでも損害がまだ低そうですよね。4時間行くとやはり似たような時間に叩かれて 25MA を下抜いちゃいましたと。乖離は広がって、せっかくあれだね、99MA の上にも行ったのにというところで。はい、次トロン、久しぶりに週足でそれでもマイナスが見えたというか、いやまだですけど、すごい、あ、これあれだね、水平になったね。いや、いいんじゃないですか、これは。あ、これはでかい。やっと このラインが出た。これ、これっすよ。これが欲しかったんですよ。ピクリと上向いたね。いや、もちろんこのまま下げるとかっていう、あれはありますけど、ネタ的にあれだもんね。ビットロンとか、日本時間で今日の日付変更線ぐらいだから、やっと水平来たねって。冷やしていくと、ていうかこいつ下げても何、まだ 7MA にタッチしたぐらい抜いてないんだ。 25MA はあれだもんね、角度少しだもんね、こんなもん。強いね。言うても前日比 8%、 あ、でも昨日 10% ぐらい上げとるか。
で4時間行くと長いのつけたねこれ。時間帯がそこしかあれか。トロも面白いねこれ。似たような時間帯にすごい長いのつけたけどまたそこで戻しとるもんね。これ何、トークンセール前にしてもう儲けた人が利確しに行ったんかな。このタイミングで利確するかな。 7MA に触ったでかな。それぐらいしかチャート的な予測はないですわね。だってこれまだ 25MA 角度あるからさ、これ抜いてもう一回上抜くとまたここで多分2つ上足理論で買ってくもんね。ダウと移動平均線ロウソクだけならここは買ってくどこだよ。水平上向きは一番リーズナブルだから言うても強いねトロン。はい次ステラ。週足が 7MA にタッチしかけてまた安値更新しちゃいます。これ嫌だね。完全更新しとるね週足レベルで。 USDT 建てがこれは嫌だね。冷やしていくとこちらも大きくあれか 25M か乖離開いて意外にダメな。行きかけてもあれだったね。4時間行くと長いのつけとるね。同じ時間トロンみたいな感じだね。やっぱあれっすねこれ。テザーよりイオス除いたあれか、イーサ、リップル、ビットコインとライトコイン、その他トロン、ステラ、なんか相場が完全別物になってきましたね。同じバイナンスチャートで見とるから出る時間帯は一緒ですから。いやこれほんと露骨にあれだな。叩かれ方の時間が違いますよねと。はい次カルダノ。週足は角度つくかけた 7MA をまた今日のあれか下げたことによって少し下抜きかけちゃったというところか。なかなか歯がゆいですね。で日足いくと大きくやられたなと。 25MA を、まあ、水平だけどこれも下抜いちゃったと あれだよね。赤馬ね今日時間いくとこちらは逆にあれか9時外に叩かれてその後も戻すことなく叩かれた。そう考えてやっぱ下げてもトロンは強いね。言うてもこの下げ全体の下げ方で20足の25MA水平って恐ろしいコインだねあれ。はいそれでオーラスはドル円。期時間にして先週相場終わったぐらいから金曜日の夜5時ぐらいか見ていくと短期を下抜いて25日の11時ぐらいかそっからどん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 下げて下げて2回買われるも朝方かニューヨークぐらい下げて下げて結局まだまだ下げてアジアが終わるぐらいに少し戻したとこが109円の半ば届くか届かんかぐらいというところか。110はやっぱあれなんですもんねが夢を見たんですもんね。冷やしいくとああもう嫌だね。あっさりあれだね短期に火ついちゃったね。これ叩かれてまたカーンっていっちゃうでね。ここ抜いたらあれだろうね売るだろうね絶好のあれだもんね。この角度水平が欲しいけどこの急角度でまだ売ったら売り目線ならまあ今売り目線なんですけど一回抜けて上がるぐらいかな。そこぐらいで売るとかあれかな。水平右下が欲しいですよね売るなら。週足見ると上がりか戻しかけてもまだあれでさすがにこの角度の乖離が狭まるのと水平になるのにどれぐらいまでかかるんでしょうかというところでやはり下げても強いやっぱトロンに戻します。なんといってもこの期間が少ない一方 25MA に水平になってこれはでかい。これはでかいよ。もうこれはトロンはもうロング目線だもんね完全。ここは早かったね。これは意外なところが。トークンセールどんなもんすか今18の24、6時間前ぐらい日本時間でザクッと UTC から UTC を日本時間に換算して現地の今の日本時間から聞いて差し引きして計算しましたけどの割には下げたんだなというところで、まあネタがあるから上がるってわけじゃない一方今後いいネタ揃っとるし何よりネタ以上に一番あれだね週足のこの 25MA が水平になったってことはこれが一番でかいよ。結局どんなニュースがあれど見とるところは移動平均線の自分が設定した移動平均線の上にロウソクがいるかロウソクが下にいるか移動平均線に角度がついとるかそれしか相場判断の基準にはしてませんからね。いやニュースと技術ニュースは別ネタとして見てますけどこれは本当でかい。下がった中で一番でかい。やはり本当移動平均線とロウソクの上下は本当にチャート判断に神ですよねという感じで。はいそんな感じで以上2019年1月28日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンにドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。